皆様こんにちは。 MC、ナレーター、モデルとして活動しております北谷ゆりです。本日は私の司会のお仕事の一日をまとめてみました。まずはおやつを買いにコンビニへ行きます。会場に着いたら担当の方と打ち合わせをします。この日はすぐに本番に入り、リハーサルをすることがなかったのですが、打ち合わせの後に全体のリハーサルをすることが多いです。台本に間違っている箇所はないかチェックをしたり、全体の流れを頭に入れていきます。声をしっかり出すために顔のマッサージをしたり、体のストレッチをしたりしてゆっくり過ごしていきます。ちなみにさっきコンビニで買ったものはこちらです。このクリームたい焼き、めちゃくちゃ美味しいです。そして悪あがきで脂肪や糖を抑えるチョコレートを買ってみました。そして美味しそうなスイートポテトのパン。お仕事前に腹ごしらえをします。お腹いっぱいになりすぎず、ペコペコすぎずな状態でお仕事本番に行きたいと思います。いや本当にこれ美味しい。皆さん買ってください。司会のお仕事の日はヘアメイクさんや衣装さんがいないので、自前でスーツを持っていきます。私は家からスーツを着て仕事に向かうことが多いです。こんにちは。 MC、 ナレーター、モデルとして活動しております北谷ゆりです。今日は、MC のお仕事の1日ということで動画を撮っていこうかなと思っています。基本的にこう MC のお仕事を私が行くときは、まあ、衣装さんだったりとかメイクさんっていうのがもう私は基本的にはいないです。まあ、人によってはもしかしたら、まあね、メイクさんがついていたりとか衣装さんがついていたりとかそういったこともあるかもしれないんですけど、まあ、私基本的にはまあ自分でもう家からもうスーツ着て髪の毛縛ってメイクしてって感じで行っております。まあ、本当にこう表彰の式だったりとか、まあ、そういうお堅い感じ の司会だったりそういった時は、まあ、本当にしっかりとしたこう紺だったりとか黒のスーツを着ていくことが多いんですけど、今日はもう割と表彰式というよりはみんなでこうワイワイ楽しむようなお仕事だったので、今日はこういったベージュのスーツを着てきました。このねスーツすっごく私気に入っていて、これ実は色違いで紺色も持ってるんですけど、また違う色も買ってみたいなと思ってます。ちなみにこれシーンで買いました。ね、ちょっとインターネットで買うので不安だったんですけど、スーツだしね、もうすごい良かったです。これおすすめです。今日の控室はなんか会議室って感じですごく綺麗ですし、静かなのですごく落ち着きます。お菓子とジュースを飲みながら出番を待ちたいと思います。今日は喋るお仕事なので、基本的にこう完食したりとか、まあ、お昼ご飯とかはこうニンニクとか息が臭くならないように、それだけは気をつけています。あとは仕事の前に歯磨きしたりとか、まあ、ブレスケアしたりとかそういう感じのことを気をつけています。イベントが始まるまで最後の確認をしていきます。人の名前間違っていないか、読み方は合っているのか、しっかりと確認していきます。口がしっかりと回り、カミカミにならないように顔のマッサージや体のストレッチもしていきます。私は MC のお仕事を始めてまだそんなに経ってないんですよね。実はMC の仕事を始めたぐらいに、まあ、コロナという、ね、ことになりまして、まあ、コロナ禍で一気にちょうど仕事始めようって時に、まあ、コロナになってイベント系が全部なくなって、もうこう MC のお仕事がもう全然なくなってきてしまったタイミングだったんですよね。本日のカバンの中身はこのような感じになっております。いつもこんな感じかな。ファイルはこちらの4種類を持っていくことが多いです。こちらは B5 サイズのこう見開きで見えるものですね。
こちら大変便利です。そしてもう一つは A4 の台本の時に使うものです。こちらは100円ショップで購入しました。汚くなってきたのでそろそろ新しいものを買わないといけないなと思います。そしてこちらのファイルは1枚ずつ紙を入れられるようになっています。台本が長くて何度もページをめくらないといけないときはこういった1枚ずつめくれるタイプを使うことが私は多いです。一つ一つ入れてしまうと書き込むことが難しくなるので、いろいろ変更がありそうだなとかそういったときはこちらのファイルじゃなくて普通に A4 のバインダーを使った方がいいと思います。ちなみにこの B5 のファイルなんですが、 MC のお仕事を始めた時に MC の先輩がプレゼントしてくださいました。ありがとうございます。そしてお口のケア、綺麗な状態でお仕事がしたいのでブレスケアグッズは歯磨きとオーラ2のスプレーを持って行っています。こちらは100円ショップで購入しました。歯磨き粉は別売りです。コップがついているのですごく便利ですね。コンパクトに持ち運ぶことができます。最近お気に入りのハンドクリームです。こちらは友達にもらいました。めちゃくちゃいい匂いですごく癒されます。仕事の日は色のついたネイルはせずナチュラルな色を使っています。リップはウォン・ジョンヨさんのものを使っています。リップマスク保湿力高くて本当にいいです。めちゃくちゃお気に入りでいつも使っています。本日は動画を撮るためにこちらの三脚を持ってきました。こちらは3COINS で購入しました。3COINS で買いましたが1320円でした。こちらは三脚としても使えるし、自撮り棒にもなるし、さらにですね、こちら先についております。なんとライトがつくということで、暗い場所でも明るく撮ることができるので、とても便利で気に入っています。こちらのライトは充電式です。とっても便利ですね。あとですね、こちらシャッターボタンもついておりまして、こちらシャッターは Bluetooth でつなげていきます。本番は間違えないように全集中していきます。最後にお世話になった会社の皆様にご挨拶をして帰宅をします。動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録・高評価お願いします。